パンマンバイキンマン見てみてじゃじゃん。今日はねこれ仮面ライダーゴースト4メガウルオーダー3番のメガウルオーダーアイコンをセットして点眼すごいねこれ面白そうだね。1番がアイコンドライバーこれ全員のね、うん、コースが入ったやつだよ。2番がサングラスラッシャーこれ人気だね。3番がメガウルオーダーこれだね。4番がゴーストドライバーそのやつだね。ねあこれが点眼ミニネクロムゴーストアイコンをセットしてユニットを回転させて起こしたらボタンを押して点眼ボタンが押せるんだって。かっこよさそうだね。じゃあ開けていこうか。開けてみよう。どんなのかな。出た出た出た組み立て式。じゃあ頑張って組み立てていこうか。この箱の中に説明書があるからこれ組み立てていくよ。シールだね。シールと部品これを全部外していこうか。じゃあベルトあベルトね。じゃあこれ外していこう。 B の6番 B の6番と B の2番。ラミタズこれにシールを貼っていく。シールの8番。シールが貼れたよ。で次は、うん、B の5と B の7。向きどうでもいいのかな。うん、3と4こうか。こうつけてこうしてこうか。カチャッ。あ、そうだね。カチャッ。よしもうできたけどね。そうだね。で、次はあ、シールシールシールをこれでいいのかな。はい、じゃあ遊んでいってみよう。しかもこれよ、うん、すごいそんなに、うわすごいそんなに動くんだ。ここの後ろ、ここの穴、ここあるでしょ、うん、そこにここをファッシャンってやって、うん、あすごいすごいかっこいい。先の変身ってやって、うん、ここにここでこうやってセットして変身メガウルオーダーでネクロチキン変身と回してこう止めて止めていいんだけどね。変身アイコンをセットしてボタンをメガウルチキンメガウルオーダーチキン。これでここ点眼してるようになるんだね。ね、いいね、いいね、また僕にも貸してね。より